2パターンくらい編み出せるだろう。どう？寒い。よしよしよし。おお、いいじゃん。おお、やった。ワクワクバラエティー。もっとファン。本日のコーナーはこちら。ソリティクレーンゲームマーサー。本日はですね、こちらの運営でたべっ子動物やら何やらゲットしていきたいと思うんですけれども、 MFCC で前に流れと羽根っかがやってましたよね。見た？見ました見ました。そうなんですよ、ね、実はその動画にコメントをいただきまして、この運営の攻略を見たいとリクエストをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでね、はい、バッチリ攻略していきたいと思うんですけれども、うん、上見てください。これ取りやすいんですか？そうなのよ、初心者マークついてて。でね、はい、我々ってクレーンゲームマスターじゃないですか、うん、ですから、はい、うん、取りやすい運営だったら、うん、攻略法2パターンくらい編み出せるだろう。誰が言ってると思います？いや、私じゃないんですよ、うん、あいつですよ、ド S プロデューサーですよ、いつも。いや、同じ方法だったら、同じ方法だったら、うん、元の位置に戻してやり直しですよ。初めてのパターンですが、やってみましょうか。ちょっと頑張ってまいりましょう。はい、いきます、攻略スタート。ワクワクバラエティ、よし、行ってみよう。狙ってたかな。いや、でもね、これね、あんまり前を狙いすぎると、はい、持ち上がって奥に斜めに立っちゃうのよ。だから、なってましたね、あんまり手前すぎない方がいいと思いますね。止めるとこ間違えた。途中で止めるとさすがにアームが下まで入んなくて持ち上がらないんで。何もなかったんですよ今、ね、さあ行ってみ、行ってみよう。斜めにしたいと思ったら、はい、最初からセンターずらしていいと思うんですよね。ああ、なるほど、うん、右か左かに。思ったより奥でもこうやって降りてくると割と手前側にアームが触れるんですよ。もっとサイドずらしてもよかったのかな。ギリギリついた。斜めつけるから思ってる手前に来るんだって。あ、でも乗り上げた。乗り上げましたね。お、素晴らしい。ほら、いや、これ乗り上げちゃえばもう割と楽なんじゃないか。乗り上げたら、乗り上げちゃえばさ、あとは持ち上げるだけ。ちょっと浮かせて止めてみた。どう？寒い。よし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 、かなり持ち上がった。まあ、こうやってちょっとずつ前進させていけば落ちるんじゃないかな。奥じゃない、全然奥じゃない、全然奥じゃないじゃないか。やばい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 、でこうなるからあんまり手前すぎない方がいいって言ったのに。皆さん、奥です。基本奥を狙いましょう。自然に戻ってきたんだけど、まあでもこうやって本体で押せば戻るとは思うんだけど、いや、ダメだな。これ奥のバーの間にガッツリハマっちゃったな。気を取り直してね。それもしないんじゃないか。あれが手前ですね。やばいやばいやばい、なんとも言う、なんとも言うけど、正面から見てるよりアームが手前に降りてくるんだってば。景品が斜めだから。もうカットしましょう、いろいろ。よしじゃない。カメラマンが笑ってるわ。奥奥か。おー、いった。おー、いった。1個目のパターン、縦のまま真ん中付近を持ち上げてそのまま落ちる。よし、オッケー、とりあえずこれ戻してもらおう。すいません。おっと、ファンカー。なんとか2パターン目編み出していきましょう。わかりやすいのは真横にして落とすみたいなことができたらね、明らかに違いますからね。ね、奥行きは良かったけどね。うん、おー、そうなんだよな。さっきと同じパターン。ほら、橋渡しみたいに滑り止めがないからさ、そのままつるんって横にスライドしちゃうんだよね。さっきよりちょい手前。奥行き。お、斜めさ。お、いいじゃん。いいじゃない、いいじゃない。これはじゃあもう、
挟めばいい。ちょっと手前持ち上げてスロンと落ちそうな気もするし、奥持ち上げてもいいかもしれないし、ちょっと奥行こうかな。行ってみよう。持ち上がるのかな。どうかね。どう今どう違ったんじゃない。斜めから行ったから。ダメ。新規1個目はもうまっすぐ回転したでしょ。前に前方宙返り落としっていう技です、これは。あ、なるほどなるほど。でこっちは回転しながらこう、そうスライドしてるから回転スライド落としですよ。どうですか。ほらどう。どう。オッケー。おー、やった危ねー。危なかった。はい、ということで無事ね、数パターンの攻略法を編み出すという認定が出ましたので、ぜひこの動画を参考にしていただいて、何度も言いますが思ったより手前にアーム降りてきますからね。それは私を参考にどうぞ、ね、いい位置で狙ってみてください。はい、はい、ということで本日はこの辺りでお別れでございます。また次回ワクワクバラエティもっと漫画ソレイケクレーンゲームマスターのコーナーでお会いしましょう。それでは皆さんまたねー。回転スマイル落とし、前方宙返り落とし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。